おず,ずっと晴れですね。おお、それはいいですね、うん。ずっと晴れです。なので、有馬記念は寮ででき,すできますね。おぉ<ー>、<で>いいですね。まあ、もう、さっきね、阪神株、うん、あのどっちも寮でできそうですね。まあ、ちょっとまだ、まあ、まだね、やっぱ月曜日で日にちがいっぱいあるから、ちょっと怖いのは怖いですけど。 うんあのーまあ、今のところの天気予報やったら量でいけるんではないかと思います。なので、量、えーまあ、を中心に考えたいと思いますね。はい、ではいきましょう。有馬記念ですね。芝野 2500m の,25の G1 ですね。まず、やっぱ展開面見ましょうや。<っ>あのー、タイトルホルダーいきたいと思うんですけど。はいはい 誰かいますかいや、たぶん、アイアンバローズよりはタイトルホルダーが早いですもんね。うん、まあまあ、<で>アイアンバローズよりはタイトルバホルダーの方が全然早いんで、まあ、それやったらタイトルホルダーはやっぱ花切れますよね。ドライレーではいるんで。ドライレーでは回避ですね。回避ですかじゃあ回。回避です。なるほど、なるほど。じゃあ、じゃあ、これ、東京大商店でいるとか言ってるなるほど。なんで、うん、じゃあまあ、いけると思います。うーん。はい。ディアスティバーは除外対象です。はい。うん、まあ、そうですね。 そうですね、ディアススメをったらちょっとややこしかったけど、はい、そうですね、まああのー、まあ、タイトルホルダーに関してはね、やっぱ前走でもまだちょっとあの半信半疑っていうか、そのやっぱりあの競争中心のものをちょっと引きずってるなっていうのを、前走でもまだ、ただきりそうめの前走でもまだ思ったんですよね。なので、やはり実際のレースを使われていくことの上積みっていうのは、私は大きいと思います。普通やったら、大体ね、こういう時って、秋3走目とか言うじゃないですか。 はい、いやもうこの馬に関しては、状態面は上しかないと思います、私は。うん、その言ったら、あのーまあ、よく,、ね、よくあの天皇賞、えー、ジャパンカップ有馬記念で全部出てたときに、最後の有馬記念でもうあの中身残ってなくて、燃えかすなってるわはい、はい、みたいなようあったじゃないですか。なので、秋に3回走るの危険やみたいな話、昔はありましたけど、なのでそういうことで言えば、タイトルホルダーは3走目やけども、私は上、上積みしかないと思います。 うん、なので、あのー、そういう3層目のなんかこう中身ないんじゃないかみたいな心配は一切ないですね。で、やっぱり東京から、ね、やっぱ中山にこう使われるっていうのは明らかにプラス材料ですからね、うんあのー、この2500の距離っていうのも、もう日経賞の連覇で全く問題ありませんし、えー、ここはなんとか力を、えー、タイトルロードはこれ引退レースちゃうの、しかも。そうですよ、そうです。ここはちょっと目いっぱい仕上げておきてほしいなっていうふうに思いますね。 まあ、陣営に、やっぱ3層前のトラウマが残ってるかどうかって、ね、やっぱそれは怖いと思うんですよね。うーん、うん、そこだけが問題だと思いますね。はい、うん。一番人気はどこになりそうですかうーん、ちょっと割れそうですよね。私はスターズ・オン・アースなのかなとちょっと思ってるんですけど。スターズ・オン・アースが一番人気になりそうか。まあでもどうなんですかね。あ<ー>他はタスティーヤとかですけどね。まあ、まあルメール騎士は乗るからね。まああの、スターズ・オン・アースはやっぱ前層のね、ジャパンカップね、あのー、うん。 まあ要3来たっていうか、あのまあ、イクイノックスとまあリバティーアイランドの,あの戦いの中、えー、一番なんだって1枠,の1枠に2頭が入ったわけだから、そこでまあ17番枠っていう、ちょっと初期条件の、ね、悪さっていうのはありました。ただ、まあビューイック騎手、やっぱすごかったですね、うん、その枠のロスっていうのを一切かん感じさせない乗り方をしましたから、う素晴らしかったと思います。でまあ 言ってもねあれがほ、ね、今年のほんまは,はあの秋の天皇賞を使いたかったところを回避してぶっつけになったジャパンカップであの内容ですからこの馬も状態面は上しかないですよねそんなもんね,ね休み明け使ってねうで,ね、うん、で問題はねそのやっぱ重い芝がどうかってところですけどもまあ阪神でねあの負けはしてもあんだけこなしてるわけやから、まあ、両馬場やったら中山も今の馬場やったら問題ないと思いますね。はい まあ2400で良さを出しただけに、もちろん2500、わずか100メートル、全然問題ないと思いますね。うん、まあ、人気すんのも当然かなっていうふうに思いますね。うん、あとそうですね。うん、確かにこれ、誰が一番人気かわからない。割れるな。まあ、蓋開けてみないとわからないと思います、結構。うんうん、3歳、どうなんですかね、今年の3歳。ちょっと、あんまりん、そうですね。ちょっと、なんか、ボボは頼んないような気もせんでもないですけど。まあ,まあ、あのね、 その前奏の菊花賞の時に私解説で言いましたけどドゥレッツァは相当乗っね。こた。ドゥレッツァは相当乗っつた。ドゥレッツァはここ出てきたら、うん、もう、あのー、やっぱ堂々とただも,しもし出てきとったら相当面白かったと思うんですけど、うん、まあねそのドゥレッツァに0.6秒差を前奏菊花賞でつけられた。 えー、まあダービー場ではありますけどもや,やっぱり里のクラウンっていう血を考えたら私は3000が長すぎるっていうのはないと思うんですよね、うんうん、まあもちろん長い距離がいいしダービー勝ってるけども、えー、重い芝も全く問題ないっていうことで舞台設定はいいですけど先ほどやっぱ言ったように小鼻との力差がどうかっていうのはちょっと分かりづらいですよね、はいまあ、ただねムーア騎手がわざわざ戻ってきたっていうのはこれは ムアキシューあのね日本で乗るときにねあの、はい、ムアキシュって世界でもナンバーワンじゃないですかでも日本来たら優先順位がルメール騎手よりも下になるでしょそれがめっちゃ気に食わないんですよ。<ー>言ったら車内の,の馬とかにもちろんあの堀調教師とかそういうあのすごいバックアップはあるけどでもやっぱりルメール騎手が乗って普段買ってる馬とかを。 あのそれが回ってくるべきやって思ってるんですよ、あの人。だから回ってこうへんことに関して、だから日本で乗ってる時に、ルベル騎士とかに,にええー、くいってんのが、筋肉ワンダー乗ってるんですよ、実はあの人。<ー>あなので、落馬してね、まあ、踊ってきたっていうのはね、まあ、今年あれやね、レーン騎士こうへんな,な、あ、ね、あ、そうかね。レーンあれか、1年ぐらい来られんのか。あ、え、あ<の>それはクリスチャン・デブローじゃなかったですかねあレーンか、レーンか、<れ>レーンです。ねレーンですよね、そうや、そうや、そうや。あそれ ダービー勝ったわけやから、後編のおかしいなと思ったけど、そうかそうか、レーン騎士はこれへんから、まあ、それはしゃあないですよね。ね舞台設定はいいと思います。すごいね。うん、ただ、まあ、その、やっぱ前奏、同世代にもその0.6秒差をつけられて、どうなんていうのはちょっとありますね。うんうん、ドゥレッツは相当強いと思うけど、うん、タスティエーラとかソル、ソウルオリエンスとか、その喫下賞、えー、ごめんなさい、えーとまあ、まあこの2頭ですよね、が、そのコバ相手にどこまで通用するかっていうのはちょっと。 えー、気にはなりますよ、ねうんまあソウルオリエンスにしてもカスティーエラーに0.3秒差つけられてるけど私はこれは3000の適正やと思うんですよ。やっぱりソウルオリエンスは私は3000長すぎたと思います。なのでこの馬は、えー、距離戻るのはいいと思いますね。でもこれあれやねすごいのはあれやなあの横山武志騎手がジャスティンパレスの方を取ったっていうのはすごいですよね。そうですね。うん。で普通3歳馬でね皐月賞を勝たしてもらった馬。 ややっったらそそち乗りそうな気しますやん、うん、でも武志騎手ね,、うん、シシねそ,それっていうのは相当、うん、ジャスティン・パレスにやっぱ相当あの気があることやと思いますよ、うんまあ、実際ジャスティン・パレス前奏の天皇賞ね、うん、まああのー、イクイノクは別格としても展開面でな、あのー、ラップで見たら差し馬有利な展開になってるんですよ、うん、なので、まあ、差し込んでこれたっていうのはその展開面の恩恵があったってことは確かに言えるんですけどただね2 0 0 0ルの 1>, 1分55秒6で走ったっていうのはすごいですよ。だって天皇賞は遥るかってる馬ですからその馬がいやこの時計でメンバー中最速の33秒7でいやいやいやこ,こんな2着来たっていうのは相当この馬も強いですよね。距離伸びんんのはもうどんなププララススかかららぐいですよ、うんうん、ああ確かに。うん うん、ただまあねやっぱその前走で軽い芝であんだけ切れたし、まあ、あの京都に関してもやっぱ直線長いコースの方がいいと思いますよね、うんうん、まあ,あの阪神大商店買ってるけどやっぱあれはメンバーが弱いっていうのと、うん、宝塚記念で、まあ、2200やからこそ前半あんだけおさら置かれてたっていうのはありますけどたか私ね宝塚記念って実はあんまりメンレベル高いと思ってないんですよねお<ー>、うん、なのでだって例えば ここに出てるメンバーで言えば、プラダリアでもイクイノックスから0.4秒差でしょ。だって、ジャスティン・パレス3着きてるけど、ジャスティン・パレスとプラダリアの差って0.2秒差しかないんですよ。な,なので、あんまり高さ記念のパフォーマンスって、私、買ってるイクイノックスを含めてみんな低いと思ってるんですけど、うん、なので、まあ、やっぱ直線長いコース、中山へのコース代わりはプラスでは働かんとは思います。なるほどまあ、でも距離伸びることがでかすぎるほどプラスですからね。 うん、ドーデュースですよね。うん、まあ、たけに戻ってくるっていうのはありますが、そうですね。やっぱ問題は2500っていう距離かな。ね日本,日本ダービーでイクイノックスを倒したっていう輝かしい勲章はありますけど、でも前走のジャパンカップでイクイノックスに0.9秒差をつけられているところでも完全に勝負付きや進んだわけですよね。でね、何回もこの話しますけど、やっぱりもっと短い距離、もうゆくゆくは下手したらマイ,ルマイルとかも試すんじゃないかって思うぐらい。うんうん ちょっとやっ,ぱってていいううう距離がどななんかなっていうのはあります、ねまあでもそうは言ってもね、うん、あのー、スターズ・オン・アースがここで一番人気の,、まああの候補として挙げられたわけじゃないですか、はい、そ,のそのスターズ・オン・アースと前走0.1秒しか負けてないっていうのはねやっぱり。 それは注目すべきですよね、はい、こんだけ人気落ちたらちょっとこっから、うん、豊さんの力でなんとか。うん、もう、はい、もう確かに滝豊さん戻ってくるって言っても人気はだいぶ落ちると思いますねなんでと思ってますけどうん、うん、言っても全、はい、ね天皇賞二番人気ジャパンカップ三番人気やけど今回はだいぶ落ちると思いますね戦争ぐらい走れたら中山の二千0 0円ったら お任せなくはないかなと。まあ、実際ね、そのメンバーレベルはもちろんちゃうけど。あの三走前の京都記念が阪神の二千二百なんですけど。うん、この内容が強かったから。か実はこれ直線長いコースよりも一瞬の足を使う。困るのがいいんじゃないかと私は思ってます。そうですね。確かにうん。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 あとはどうですかね。あとは。 うかスルーセブンシーズは先ほど言ったように私は宝塚記念を評価してないんです。うん、でもその次の凱旋門賞、ましたよねあまああの,あのババはねあのスルーセブンシーズ自体が日本のミチアルの実績もあるって言ってますけど凱旋門賞って、ね、みんなねあの向こう行ってあの日本のミチュアルがやられるわけじゃないですか。 あの向こうのフランスのあの道あるにやられるわけじゃないですか。なので、今年は時計が早くなるね。まあ、ややも発表ではありますけど、雨の影響がなくて、日本場に有利な馬場になったってことは確かに言えるんではあるんですけど、でも、あのエースインパクトから0.4秒差の4着っていうのはよう頑張ったと思います。うんはい、でこの馬ねあと 今,今470キロあるっていう。おお<ー>でかでかっ,でかっどういうことはどういうことかっていうと春からすごい成長してる可能性あるじゃないですか。はい、なのでまあ高崎記念っていうのは差し馬有利な展開で重い芝っていうのがちょっとまあいろいろあってあのー、まあまあこの馬の構想もわからんでもないなっていうぐらいに思ってましたけどその成長も加味してっていうのはちょっとあります。うん ただ、まあわずか 100m ではありますけど、2500というのは走るのすら初めてですね。そうですねまあだから前走の2400も、そのやっぱ2400への距離延長がどうなんっていうのは、私の中で一つあの不安要素としてあったんですけど、まあ言ってもほとんど負担のかからへんね、4コーナー、13番手てからの追い込みじゃないですか。うん、で、まあ言ったら、着拾いに行くような競馬にも見えるんですよね。<ー>なので、その実質2400を前走でこなしたって言っていいかどうかはちょっと思います。うん、確かにううん、うん シャフリアールやな、香港バーズね、があのー、海外ってね、あのー、レースの2、3日前に、えっと0位検査があって、その獣医位から OK もらわんかったら出走できないんですよ。かなり厳しいんですよ。言ったら、あのー、日本やったら全然出走できる範囲、まあ、言ったらなだから何かあってあかんかった、あのー、回避したわけじゃなくて、獣医位検査通らんかったんですよ。うん、だから、すぐこうやって登録して,て出るわけですけども。はいうん、ただこの馬はね 日本ダービーとかジャパンカップの成績見ても分かるように、やっぱり軽い芝向きなんですよね。うん、なのでそう、あのー、今回に関しては、ちょっとやっぱ重い芝の中山がどうなのかっていうのはありますよね。小回りコースっていうコース形態も、うんまあ、前走の3ターンに対でて、あのー、小回りコース一応経験してるし、まあ、レオーギュストラーナーの0.2秒差3着。これね これは私は、私、話しましたっけっこれのー、あのー、クリスチャン・デムルキッシュ前走、めっちゃ気丈ミスです。<ー>これ、うい言いましたよね。一番ゲート引いてて、で、再打ち引いてるわけじゃないですか。再打ちをそのまま通ってきたらええものを、そそ勝負どころで外に出した瞬間に、その場所をオーギストロランの、あのー、ムーア騎手に取られたんですよ。で、ムーア騎手は打ちをついて勝ってて、<ー>その外を回った分の0.2秒差なんですよね。なので、まあ、あのー、 あの競馬を見たら、あ、小回りもこなせるなとは思いましたけど、うん、っていうのはあ思いましたけどね。うん。まあ、今年の中山ね、あのー、量やったらそこまでババレベル傷んでないっていうのは、まあまあ、軽い芝向きの馬にも、まあまあいいことやとは思いますね。はい。今日はコメントでもいただきますけど、まあね、ディープボンドファンが多いのですけど、ちょっとね、<ー>一昨年とかのことを考えると。私、一昨年この馬本命でしたからね。ねあの時の凄みはちょっと。うん 今は、ね、そうですね。やっぱ雨とかめっちゃ欲しいなと思いますね。め,めっちゃ雨とか降ったら、うん、ちょっと勝ってもなと思いますけど、量やったらな、どうなんかな。これ、和田騎手なんて乗ってへんのうん、まあ、わからないですね。入 <laughs> られたんかな。ねえ、ぽい感じはします、ね。まあ、そうやな、そうやな。まあ、そういうことやな。いやー。ライラックが中山だと結構。はい、ああ、中山校舎ではありますね。はい 力がちょっと、うん、そうですね。これもだから言ったらやっぱり雨欲しいですよね。ああ、確かに雨が。雨がうまい、うまいからね。うん、まあ中山甲子園やし、距離の2500もういいんですけどね。まあ5層前の日経賞でも、まあ、不良馬場っていうちょっと特殊な馬場やけど、タイトルホルダーに1秒5つけ,つけられたわけでしょう。ちょっとな。うん、と確かに、コメント。確かにウィン・マリリンも引退ですということなんです、ね。ウィン・マリリン、引退前走で引退ちゃうかったんですか <laughs> 引退詐欺引退先にかましてますけど、まあでも出てきままあでも前走頑張りましたね。これインスパイラル0.2秒差4着でよう頑張って、あ、よう頑張ったから引退させんかったなと思いますわ、はい。おお、これね、これ日経賞干渉してる馬ですよね。中山校舎ですよ。そうです。私は雷ラ楽ラよりこっち側のがちょっと。まあね、去年も本校バ扱ってますけど。そうなんですよ。これ調子が戻ってきたとか言うんであればあれで。当たりされないコメントでしたけど。 中山校舎は怖いですよ。中山4上げてますから松井高校みたいな感じの、うん、イメージ。うん、そうあのやっぱそれまでのドバイ,ドバイそのそう、香港バーツ買った後の今年の1年のドバイと札幌記念とオールカマーがあまりにもひどかったから、うん、いや、ちょっと前走だって4番人気とかになったけど、全然私買う気せんかったけど、でもめっちゃ頑張ってるし、うんうん、この内容やったら、アれマ使ってみようかっていうのを、それやっぱ。 色気を感じて出てきてるわけじゃないですか。うん、だって前走がほんまインま引退レースって言ってましたからね。うん、なので、うん、そこはちょっと評価したいと思いますね。うん、全く人気ないでしょうからね。ねちょっと抑えみたいなね。うん、ち,ょっとちょっと抑えてもって私は思いますね。うん、はい。それはどこですかね。はい。いや、たくさんお話いただきました。ありがとうございます。ということで、楽しみですね。皆さん。直前の皆ヒロさんの見解は概要欄にあります、胸ヒロネットのと はい、その辺りでぜひお買い求めください。よろししくお願いいたします、はい、ということで以上月曜日段階での有馬記念の重賞展望でした。はい